アナストロゾールはアリミデックスのなどの商品名で販売されている乳がんの治療に用いられる医薬品の一つである。具体的にはエストロゲン受容体陽性乳がんの治療に用いられる。また乳がんのリスクが高い人の予防にも用いられる。投与法は傾向である。アナストロゾールの一般的な副作用にはホテリ、気分変動、関節痛、吐き気などが挙げられる。 重度の副作用には心臓病のリスク増加や骨粗傷症などが挙げられる。妊娠中の人への投与は胎児に害を及ぼす可能性がある。アナストロゾールはアロマターゼ阻害薬に属する医薬品である。作用基準は体内でのエストロゲンの生成を阻害し高エストロゲン効果を示す。アナストロゾールは1987年に特許認可され、 1995年に医薬品としての使用が承認された。世界保健機関の必須医薬品リストに収載されている。アナストロゾールは後発医薬品として入手できる。乳がんの約7割はエストロゲン受容体陽性であり、エストロゲンの存在下で増殖する。平型個女性ではエストロゲンの生成はアロマターゼによるアンドロゲンの 方向族化が主な経路となるので、アロマターゼを阻害することで、エストロゲンの供給を断つと、主要の増殖が抑制される。アナストロゾールは、アロマターゼに、化逆的に結合し、競合的阻害作用により、抹消組織におけるアンドロゲンからエストロゲンへの変換を阻害する。翻訳は、人において1、1ラム。 日の投与で九十六点七パーセントから九十七点三パーセント十ミリグラム日の投与で九十八点一パーセントのアロマターゼ、阻害作用を示すことが確認されている。そのため、アナストロゾールでアロマターゼを最大限に抑制するためには、一ミリグラム日が最小の投与量であると考えられる。このアロマターゼ活性の低下により、閉経後の女性では、 エストラジオール濃度が少なくとも85%低下する。コルチコステロイド及びその他の副人皮質ステロイドの濃度はアナストロゾールの影響を受けない。重大な副作用は下記の通りである。アナストロゾールのシトクロム P450 酵素であるサイプ 1A2、サイプ 2A6、サイプ 2D6、サイプ 2C8、サイプ 2C9、 サイプ 2C19 に対する阻害作用は臨床的に無視できる程度であると思われる。そのため、アナストロゾールとシトクロム P450 の基質との薬物相互作用は起こりがたいと考えられる。2003年現在、アナストロゾールによる臨床的に重要な薬物相互作用は報告されていない。アナストロゾールはタモキシフェンやその主要代謝物である N。 デスミチルタモキシフェンの薬物動態に影響を与えない。しかし、タモキシフェンはアナストロゾールの定常状態の AUC を27%減少させることが分かっている。だが、アナストロゾールとタモキシフェンの両方を投与した群では、アナストロゾール単独投与群と比較して、エストラジオール濃度に優位差はなく、アナストロゾール濃度の低下は、 臨床的に重要ではないと考えられている。アナストロゾールの人でのバイオアベイラビリティは不明で、あるが動物では十分に吸収されることが知られている。アナストロゾールの吸収は人では1から2 0ラム日の容量範囲で直線的であり、繰り返し投与しても変化はない。食事はアナストロゾールの吸収の程度に大きな影響を与えない。 アナストロゾールは投与後中央値で3時間後に最高血中濃度に達するが2から12時間と幅がある。アナストロゾールの連続投与後7から10日以内に定常状態に達し初回投与時の3.5倍に蓄積される。しかし、エストラジオールの最大抑制は投与後3から4日以内に生じる。レトロゾールやボロゾールとは異なり、 血液脳関門での P 等タンパク質によるアナストロゾールの積極的な組み出しにより、血脂類ではアナストロゾールの中枢神経系への浸透が制限される。そのためアナストロゾールは人では抹消選択性を持つ可能性があるがまだ確認されていない。いずれにせよエストラジオールは末梢で合成されて血液脳関門を容易に通過して、 中枢神経系に到達するので、アナストロゾールは中枢神経系のエストラジオール濃度をある程度低下させることが予想される。アナストロゾールの結晶蛋白結合率は40%である。アナストロゾールの代謝は N 脱アルキル化、水酸化、グルクロン酸方法によるものである。アロマターゼの阻害は代謝物よりもアナストロゾール自体によるものであり、循環している。 主な代謝物は不活性である。アナストロゾールの排泄半減期は40から50時間である。ため、1日1回の投与が可能である。本材は主に肝臓での代謝により排泄されるが、未変化体の腎臓からの排泄もある。アナストロゾールは主に尿中に排泄されるが、便中にもわずかに排泄される。ありがとうございます。